それでは、エイジ武田オンステージスタートします。しのぐ意味で歌わせていただいております。去年はね、水木一郎さんでした。なのでね、アニメシリーズやらせていただきましたけど、今年は谷村新司さん亡くなられましたので、谷村新司さんの歌をね、3曲ぐらい歌わせていただこうかなと思います。いい日旅立ちと三島物語、それから空、3曲ね、続けていきたいなと思います。よろしくお願いします。
過ぎ去りし日々の夢を叫ぶ日々耐えがる人たち熱い夢を呼びせめて今日から一人し旅に出る日本のどこかに私を待ってる人がいる一心旅立ち夕焼けを探し母の背中で聞いた歌を道連れに少年は魚釣り青いすすきの小道を帰るのか私は今から思い出を作るため砂に枯れ木で書くつもりさよならと日本のどこかに私を待ってる人がいる一日旅立ち羊雲を探しに父が教えてくれた歌を道連れに日本のどこかに私を待ってる人がいる一心旅立ち幸せを探し子供の頃に歌った歌を道連れI'm not
街それぞれ美しいよ。ああなんて人それぞれ生きているの。昨日今日明日変わりゆく私、赤く色づくときめきを誰に告げましょう。谷村新司さんシリーズ最後はスバルね、スバルってあの世界中で歌われてるんです。私がタイに、ね、ちょっとあの出張で行った時も、カラオケではスバルを皆さん歌ってましたね。すごくいい歌で、ね、あの翻訳もされてますのでね、それからちょっとここで宣伝をさせていただきたいなと思います。私あの高松にありますグリークラブ香川というところにですね、所属をしております。で、コロナでなかなか定期演奏会ができなかったんですが、この度来年4月の21日日曜日穴吹学園ホール、ね、昔のテルサ高松テルサにて、男性合唱団の、定期演奏会を行わさせていただきますので、もしねお時間ある方はぜひとも定期演奏会お越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。それではね、谷村シリーズ、スバルでよろしくお願いいたします。目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より、他に見えるものはなし。ああ行くだけ散る定めの
星たちよ、せめてひそやかにこの身を照らせよ。我は行く青白き頬のままで、我は行く、さらば座るよ。すれば胸の中、木枯らしは泣き続ける、されど笑う胸は熱く、夢を追い続けるなり、ああさんざめく名もなき星たちよ、せめて鮮やかにその身を追われよ。我も行く心の目ずまわり、我も行く、すばるよ。それではですね、最後の曲、あと何曲という僕は曲が声が聞こえますので、はい、最後はですね、宇宙戦艦ヤマトをね、はい、ね、聞いたことあるかなと思いますので、歌いたいなと思います。はい、皆さんね、ご視聴ありがとうございました。はい。地球よ、旅立つ船は宇宙。
イスカンダルへはるばる望む宇宙戦艦ヤマト。さらば地球よ、愛する人よ、宇宙戦艦ヤマト。地球を救う使命を見て戦う男の声を待つ。誰かがこれをやらねばならぬ期待の人が俺たちなら、はい、ありがとうございました。